はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、宿便って何という話をさせていただければと思います。はい、私のですね、過去の動画で宿便についてお話しさせていただいた動画はいくつかあるんですけども、未だにですね、宿便についてご質問だったりですね、問い合わせをいただくことがありますので、この動画でですね、改めてしっかりご説明させていただければと思います。はい、ファスティングの効果としてですね、脂肪燃焼によるですね、脂肪毒の排泄によるですね、デトックス効果というところもありますし、もう一つはやはりこの宿便を排泄することによって、腸内環境のリセットという効果があります。はい、宿便をですね、出すことによって腸内環境が改善されますので、栄養の消化吸収が良くなったりですね、便秘が解消されたりとかですね、あとは、腸の中がきれいになると、腸と皮膚っていうのは、肛門を隔ててこうつながっていますので、皮膚がきれいになったりとかですね、あとは腸内環境を改善することによって、腸の中でこう作られるセロトニンというですね、ホルモン分泌がされることによって、脳に、ハッピーホルモンと言われたりしますよね。それによってこうイライラだったりとか、うつのですね、改善というところもですね、期待できるというところで、ファスティングをすることによってこの宿便を排泄するということはすごく意義のあることなのかなというふうに考えています。はい、でそこでですね、宿便っていうものについて未だに勘違いされている方が結構多くいらっしゃるんですね。はい、宿便っていうのはいわゆるその腸壁にこうへばりついた、長年へばりついたこう便っていうことにですね、こう勘違いされている方が多くいらっしゃるんですけども、それは絶対にありえませんよっていうことなんですね。はい、それは絶対ないですよっていうことをまずお伝えしておきます。はい、宿便っていうのはここに書いてある胆汁っていうふうに書いてありますけども、まずその腸壁にですね、へばりついてるということはありえないっていうことをですね、簡単に説明させていただくと、腸っていうのはですね、皮膚と一緒で、ターンオーバーするんですね。はい、皮膚よりもっと早くターンオーバーするっていうふうに言われているんですけども、剥がれ落ちていくわけですよ。どんどん新しいこう腸壁がこう出てくるわけですね。なので、へばりつくっていうことは、腸壁がこうどんどんこうターンオーバーしてるわけですから、へばりつくっていうことはありえないっていうことと、腸壁のですね、こう山谷になっているですね、並々になっているところの、谷の部分にですね、こう溜まっているっていうふうに言っている方もいらっしゃいますけども、腸壁っていうのは山谷になっているところ、谷のところがまた山になりますし、山のところが谷になるというふうにうにょうにょ動いてるわけですね。なのでその谷の部分に溜まるっていうこともありえないっていうことですよね。なのでそういったこういわゆる滞留便っていうところが宿便なんだっていうことはないですよねっていうことなんです。はい、じゃあですね、その宿便っていうのが胆汁で、胆汁を出すっていうことがすごくこう大切なんですよ、どういうふうにデトックスされるんですよっていうことをですね、解説させていただければと思います。はい、そんな形でですね、この絵を描かせていただきました。この絵ですね、描くのに、結構時間かかりました。何回も描き直させていただきました。はい、じゃあですね、早速やっていくんですけども、ものを食べるとですね、胃の中に食道を通って胃の中に入りますよね。こんな形で入ってくると思います。でここで胃酸でですね、タンパク質がこう分解されるような形になるんですけども、ここから十二指腸に入ってきます。で十二指腸に入ったところで、ここでですね、肝臓の下に、胆嚢っていうものがあるんですけども、肝臓で胆汁っていうものがこう作られるんですね。で作られたら、この胆嚢で保管されるわけです。こうやってで胆嚢で保管された胆汁がここに出てくるっていうような形になります。そうすることによって、タンパク質だったりとか脂肪のですね、こう消化吸収を良くするようにするんですね。はい、でそうすることによってここでこう混ざっていくわけですね。はい、で混ざっていって、この胆汁のですね、原料っていうのは、コレステロールが原料なんですね。なので、脂質っていうことになりますよね。でそこでこう小腸の中に入っていてですね、こう入っていってでここでですね、胆汁と混ざったこう消化されたものっていうのが、胆汁はですね、実はここから肝臓に戻っていくんですね。はい、これが、
腸管循環って言ったりするんですけども、まあ、腸管循環って言って、実は 95% 胆汁の 95% は肝臓に戻ってしまうんですよ、はい、そこでまた再利用されるっていう形になるんですね。でそこでまあ便は、まあ、この大腸を通って、まあ、肛門から出ていくっていう形になるんです、はい、なので便のですね、こう黒い理由っていうのはもうこの胆汁だったりするんですね、はい、ただこの胆汁の 95% は肝臓に戻ってしまうっていうところなんです。でコレステロールが原料になりますから、この脂肪毒っていうところがこの胆汁の中に溜まりやすいんですよ。なのでできればこの胆汁って出したいじゃないですか。 5% しか出ないんですね。 95% 再利用されちゃうの。なのでそこの胆汁の中にこう悪いものがこう溜まっていくと思ってください。でファスティング中っていうのは物を食べないですよね。物を食べないのでこの胆汁が出ないことになります。出ないことになりますから、こうパンパンにこう胆囊の中にこう胆汁が溜まっていくと思ってください。でそこでファスティング後にですね、まあ、スッキリ大根っていうものを行うんですけども、そこでですねスッキリ大根を取ることによって、まあ、梅干しを取ることによって、まあ、クエン酸が入りますから胃酸が強くなります。胃酸が強くなりますから、それを中和する胆汁が一気にバッて出るんですね。一気に出て、そこで、まあ、大根の食物繊維と、あとはですね、まあ、大量の水分を取ることによってこの再吸収をさせずにバッと出すんですね、はい、バッと出すんですよ。胆汁をまとめて出す。そうすることによって、まあ、宿便っていうのは、まあ、液状のですね、まあ、こういつもの便よりちょっと黒っぽい便っていう形になるんですね。で匂いもすごくきつかったりします。なぜかというと、いつも出せなかったこの胆汁の中に溜まった悪いものがですね、まあ、出るからなんですね。それが要は宿便の正体だったりするんですね、はい、なので、まあ、あの胆汁をこうパンパンにあのこう溜めるっていうのが、よくファスティング中でしかできないわけです。食べないことによって胆汁が使われないですから、どんどん溜まっていくわけです。なのでやっぱりファスティング後じゃないと宿便が出せないっていうことになりますし、宿便を出すことによって今まで出せなかったですね、この胆汁の中に溜まった悪いものが出せるっていうところで、まあ、体のこうオイル効果になるんですよっていうようなこうメカニズムになるんですね、はい、なので、まあ、ファスティングをしてですね、まあ、脂肪燃焼するだけじゃなくって、こうやって宿便、まあ、胆汁を出すことによってですね、体の中をすっきりさせましょうというようなお話になるわけです、はい、実際私はですねファスティングってあのこうダイエットの目的で全然やってないです。この宿便を出して体をリセットするためにですね、あのやってるような形になります。実際これを出すと本当にすっきりします。特に初めてのファスティングの時っていうのはもう本当にですね、こうとんでもなく臭い宿便が出ました。もうあのそこから定期的にやってくると、そんなに匂いきつくなかったりするんですけども、やっぱりその方のこう食生活によってですね、結構まあ色だったりとか、まあ、匂いっていうのも違うみたいですけども、基本的に初めてのファスティングの時はですね、結構こう黒っぽいですね、臭い宿便が出ることがまあ多いのかなっていうふうにあの感じています。はい。といったところですね、本日は宿便って何というお話とですね、まあ、宿便を出すことによって、まあ、こういうメリットがあるんですよというお話をさせていただきました。もしご質問とあれば下にホームページのリンクありますので、お問い合わせ欄からご質問ください。また今後もですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。